んにちは、MD ジャックです。 CCA、NRA は注目度が高いですね。無線化される方もいらっしゃるでしょうから、手持ちの BT モジュールで波形や音質変化をチェックしてみました。こんにちは、アイです。それは興味ありますね。あれですか、やっぱり AZ-09 で調べたんですか？そうだね、KZ、AZ-09 はもちろん、最初に買った KZ のネックバンドタイプのモジュールと TRM、BT20S プロだね。そういえば、最近あんまり無線化した時の波形って測ってなかったでしょ。どうしてですか？いや、単純に忘れてただけで、特に深い理由はないよ。じゃあ、早速無線化した時の波形を見てみようか。はい。まず、KZ のネックバンドタイプのモジュールがこれ。ざっくり 5kHz 以下のレベルが全般的に落ちて、逆に 5kHz 以上では少し上がってるね。次に KZ、AZ-09、これもレベルの差は若干あるけど、基本的なカーブの変化は最初のと同じ感じ。そして TRM、BT20S Pro。不思議なことに、これもほぼ同じなんだよね。で、3モデルの波形を重ねたのがこれ。他のモデルでもこういう傾向になるんですか？いいや、ほとんど変化しないモデルもあるし、逆に低域が膨らんだモデルもあったから、法則性はないみたい。EST 搭載の NRA がどんな変化になるか興味あったけど、どの BT モジュールでも 5kHz 以下はレベル低下、 5kHz 以上で少し膨らむ結果になったね。で、聞いた印象をまとめるとこんな感じ。接続コーデックはバラバラだったんですね。そうだね、現実的に考えてその BT モジュールでの一番高音質での接続を想定しているからね。 NRA の感度、インピーダンスだと ZAX を繋いだ時ほどホワイトノイズは感じないけど、3モデルを比較すると体感的には数字のようになったね。アプト XHD でつなげる KZ のモジュールはホワイトノイズが大きめで、これはご覧になっている方でもご存知の方は多いかな。一番力強くバイオリンの木の質感まで感じられたのは BT20S Pro だったね。価格もこの中では一番高いので、増幅回路なんかがいいの使ってるからかもね。で、AZ-09 はちょっと平面的にはなるけど、価格とイヤホン本体ごと収納できるメリットを考えると、今買うなら AZ-09 になるかなって思ったね。音質の変化はどのモデルも少し小域寄りになったけど、波形で見るほどの違いが出ているかなぐらいで、外に持ち出して聞くには十分かなって思ったよ。あと、これは今日気づいたんだけど、 AZ-09 ってケースの底にもうワンセットイヤホンを入れても蓋が閉まるんだよね。 ZAX ぐらいの大きさなら予備で入れておけるから、やっぱり利便性は高いな。でも傷つきそうですね。なんか一工夫が必要かも。まあ、推奨はしないけどね。あくまで自己責任でお願いします。そういえば今日、NRA について笠木リオンのコメントがありましたね。そうなんだよ、全然知らなかったから AZ-09 に NRA をつないで扇風機の風で試してみたんだけど、確かに風切り音したんだよ。写真の通りベントホールみたいのがあったから塞いでみたら鳴りやんだんで、ここが原因だったようなんだけどね。ここ塞いだら音質に変化出ますよね。うん、すでに波形表示しているけど、低域が膨らむかと思ったら逆になってた。塞いじゃうと EST の細やかな小域がちょっとうるさくなっちゃったな。低域のレベルが落ちた分、小域が目立った結果だろうけどね。そうなんですね、できれば塞ぎたくないですね。その通り、できればそのまま使いたいところだね。まとめると、手持ちの BT モジュールで CCA、NRA を無線化すると、どのモジュールでも 5kHz あたりを境に、下は少し減衰、上が少し膨らむ傾向になり、聞いた感じも若干広域寄りになる。 NRA は風の影響を受けやすい。どうしても気になる場合はここを塞げば解決するが、音質はさらに広域寄りになる。AZ-09 のケースは改めて利便性に優れていると感じた。予備でもう1セットイヤホンが収納できるのはなかなかいいといった感じで、同じような音質なら AZ-09 が価格的にも有利かなという結果です。 TRM から BT30 が出ていますが、これがまたイヤホン本体を収納できない仕様なので、これはスルーしようかなと思っています。理想としてはこんな感じの BT モジュールが出れば即買いなんですが、出そうもないですね。最近手持ちの TWS がどんどん増えていて、BT モジュールを使う機会が減ってきているので、これは絶対に買いだと思わせてくれる BT モジュールが出てくれることを願いつつ。ということで、 NRA を BT モジュールに接続した時の波形と音質変化についてでした。ではまた次の動画で。